ですけれども、あ、次はですね、ずっと座りっぱなしなので、ここでちょっと運動してもらおうかなと思っております。いいですか準備は、肩の運動、足の運動、首の運動、やってもらいますよ。いいですか。じゃあ、お好きな人、こんなダンスを踊っていいですかね。お願いしますよ。幸せなら手をたたこう、幸せなら手をたたこう、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなで手をたたこう。では最初に手の血行を良くします。血行を良くしますよ。手をこすりますよ皆さん。幸せなら手をこすろ、幸せなら手をこすろ、幸せなら態度で示そうよ、ほら早く手をこすろ、ほら早く手をこすろ。次は足の運動です。足の運動いきますよ。幸せなら右足上げて、幸せなら左足上げて、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなで両足上げよう、ほらみんなで両足上げよう。次は肩の運動です。肩の運動いきますよ。幸せなら右肩回そう、右肩回してくださいね。幸せなら態度で示そうよ、ほら大きく肩回そう。いいですね。次は首の運動。
動で、はい、首いきます、首いきますよ。幸せなら前に曲げて、はい、幸せなら後ろに曲げて、はい、幸せなら太陽で示そうよ、ほら前後に首曲げて、ほら前後に首曲げて、幸せなら右に曲げて、はい、右に曲げます、右に曲げ、幸せなら左に曲げて、はい、左、幸せなら太陽で示そうよ、はい、ほら左右に首曲げて、ほら左右に首曲げて、それではゆっくり首を回しましょう、はい、首を回しましょう、ゆっくり回してくださいね、ゆっくりでいいですよ、ゆっくりで。あー、あくびが出たところで気持ちいいですね、みたいな。はい、ゆっくり首回します。はい。では、次いきますよ。はい。腕の運動。次は腕の運動です。腕の運動いきますよ。幸せなら右腕上げて、はい、右腕上げましょう、幸せなら左腕上げて、はい、左腕上げる、はい、下ろして、幸せなら態度に示そうよ、ほらみんなで両腕上げよ、はい、右、ほらみんなで両腕上げよ、両腕、両腕、はい、幸せなら手をたたこう、幸せなら手をたたこう、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなで手をたたこう、ほらみんなで手をたたこう、はい、お疲れ様でした、ありがとうございます。ではゆっくり深呼吸をしましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8、では引き続きお楽しみいただきたいです。はい、はい、では次はい、ありがとうございます。ちょっと疲れだと思いますので、休憩がてらですね、はい、このリーダーのですね歌を聴いてもらいたいなと思うんですけれども、はい、皆さん、お父さんお母さん元気でしょうか。うちのおふくろはですね、今ちょっと入院してまして、で親、うちの親父が10年前にちょっと亡くなったんですけども、おふくろが今入院してる姿を見て、ちょっと作った曲がありまして、で私小学校6年間義務生活をしてまして、そのまともな生活をしてなかったんですよ。でまあ親に対してかなり、苦労をかけたなと、でおふくろのその姿を見てすごく思いまして、ちょっと曲を作りました。一回それを聴いてもらえれば。で昔うちは米屋してまして、米を配達をして、まあ、私を育ててくれたんですけども、まあ、その学校に通いながら米を積んだバイクの荷台に私を乗せてこう通学してたという、まあ、そういうのを思い出しまして、でちょっと曲を聴いてください。
おふくろへ出来の悪い子を持って今も苦労するね。でも待っててくれ、きっと楽させる。おふくろ絶対言ったらダメだぞ。子供の頃に狭い病室の中、痛みに耐えきれずおふくろに当たったね。悔しい涙のその後は、迎えに来てくれたあなたの背中だった。だから長生きしてくれよ、おふくろの背中を思うとね。とても温かい気持ちになります。そして愛ってものを知りました。何を楽しみに生きてきたんだろう。毎日毎日苦労して、力の限り生きてゆく。だから長生きしてくれよ、おふくろの背中を思うとね。時には厳しく、時には優しく、あなたの強さを知りました。だから長生きしてくれよ、おふくろの姿を思うとね。とても優しい気持ちになります。そして愛ってものを知りました。おふくろへ出来の悪い子を持って、今も苦労するね。でも待っててくれ、きっと楽させる。おふくろ絶対言ったらダメだぞ。だから絶対そばにいてくれよ。